日本電力株式会社は太平洋戦争前に存在した日本の電力会社。日本発送電が設立されるまでの後大電力会社の一つだった。略称は日電。本社は大阪府大阪市北区。なお、同じ日電を略称としたことのある日本電機とは関係がない。第一次世界大戦による後継機によって 全国ことに関西地方では工業化都市化による電力需要が旺盛となり、それに対して供給が逼迫する状況が迫っていた。これを打開するために宇治川電機の林康重とその親会社大阪商船の社長である山岡純太郎は開発の進んでいない北陸地方の河川に水力発電所を設置し、高圧電線によって関東、中部、 関西方面の大規模需要化へ電力を供給することを計画。1919年12月15日に会社を設立し、手始めに黒部川流域の開発に着手した。しかし日電設立直後から景気交代に入ったことから電力需要も伸び悩み、今度は供給過剰の状態が発生した。日電は未開発の推計を集中して開発し、 高圧送電を行うことで価格競争力を高め特に大都市で既存の電力会社に対し競争を挑む電力線の仕掛け役となった。1923年には小川水系で発電した電力を中部地方へ供給松永安左衛門率いる東方電力と激しいシェア争いを演じた。この競争は翌1924年に東方が日電から 電気の供給を受けることで決着する。また1928年には、小田原電気鉄道を合併指導者の伝統部門を手に入れるとともに、新州地方から電力を供給して、東京電灯と激しい競争を演じた。その日電でさえも、関西地方では逆に進出を阻まれてしまう格好になった。本来なら、親会社である宇治電と提携するはずが、 大道電力がすでに宇治電に対し電力供給を実施しているため、日電としては独自に電力網を整備し需要化開拓に努めなければならなかった。このため、宇治電と親会社、子会社同士で激しい競争を引き起こす結果となった。国の電力国家管理政策によって、1939年から1942年にかけて全施設を 日本発送電と関西配電など旧配電会社に現物出資させられ、電力会社としての名脈を断たれた。会社自体は社名を日電工業に改め、持ち株会社となったが、参加に残った事業は日本無線、大阪ビルジングなど一部を除いて振るわず、戦後の財閥解体政策によって1947年に解散した。株式年間賞は16年度。 ありがとうございます。